第2節 J リーグピックアップマッチ、よろしくお願いします。はい、私ネコニラと申します。引き続きよろしくお願いします。本日はですね、エルゴラストさんの鹿島アントラーズ担当の、はい、田中茂さんにお越しいただきました、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。めちゃくちゃイケメンのお兄さんなので僕ちょっと緊張してるんですけど大丈夫ですか？やっぱ鹿島ってなるとイケメンがじゃないと担当できないみたいな、そういうのあるんですかね？ないですね。そんなない。3月の2日発売のエルゴラストさん、はい、金曜日発売の3月2日のやつですね。これこちらのですね、 J リーグピックアップマッチとしてですね、鹿島アントラーズ対ガンバ大阪の試合を FIFA 上で予想していこうよっていう感じですよ。もちろん田中さんにはですね、この鹿島担当記者さんということなので耳寄りな情報、ホーム開幕戦ですしね、はい、チケットは指定席はもう、はい、売り切れてる状態なので、写真で本当に、はい、三尾さん、小笠原三尾選手が、はい、去年の8月第24節のセレッソ戦以来の出場、リーグ戦では出場、そうか出場になる。見てる方、若い方すごく多いと思うんですけど、きっとだ小笠原選手が代表でブービー出したこと知らない方も多分多いと思うんですよ。きっともしかしたらそうかもしれないですね、はい、昔ドリブルで持ち上がって自分のゴールを決めてる選手でしたからね、はい、今ちょっと考えられないけど、エルゴラストさんのこの予想スタメンを反映させて、はい、フィア上で予想試合をしていくんですけど、三尾選手はスタメンの予想になってます。そうですね、はい、ボランチの左側で入るんじゃないかなと。三尾健人選手と小笠原選手は2ボランチ、はい、そうですね、4-4-2って形でよろしいですか、うん、これはね、いつもの形ですね、はい、あとは内田選手なんですけど、はい、ホーム開幕戦なので、はい、多分アツト選手を目当てに多分そうですよね、かなり多かったと思うんですけど、はい、今日の練習でちょっと、はい、今日って木曜日の練習でちょっと足を痛めてしまったみたいなので、はい、もしかしたらどうなのかなっていう。これまだだって世に出てない情報ですもんね。そうですね、ツイッターで検索しても何も出てこなかったんでこれ本当生のマジガチガチの生の情報ってことですもんね。だ今日は途中で練習を切り上げたっていう、紅白戦はね最後までやったんですけど、はいはい、その後のクロスからのシュート練習でクロス上げた時にちょっとなんか違和感あったんですかね、ちょっと心配ですね。左のサイドバックが安西選手で、はい、庄司選手、上田選手、内田篤人選手っていう予想スタメンにはなってるけど、はい、もしかしたらだから安西選手が右に回って、はい、山本シュート選手が左サイド、はいはい、山本シュート選手が控えにいるっていうのがとてつもないことですよ ね、 そうですね。去年は本当あの私ホーム開幕戦鹿島スタジアムに行かせていただいて、はい、あんな幸せなことなかったんですけどFC 東京に勝ったら優勝したってことですよねそうですよねいいスタート切るためにはここで勝ってるかどうかがすごく大事です、ね、はい、ただガンバ大阪さんがお相手ですから、名古屋グランパスとの試合では2対3でちょっとそうですね、はい、負けはしましたけど、相当倉田選手から の、 あの遠藤選手のアシストなんかはとてつもないとこ見てるなって僕びっくりしたんですけど、ね、はい、2点目もすごく綺麗な、はい、そうですね、2点目もだからちょっと相手としては、ね、はい、中村圭人選手17歳ですか、とてつも17歳ですよ、倍来てます僕前回はこの福田選手がスタメンでボランチで出てたので、今回の予想スタメンだと一応一丸選手と矢島選手の2ボランチの、はい、まあ、4-2-3-1ですね、4-2-3-1システムになってるんで、うん、矢島選手は多分相当悔しかったんじゃないですか、エルゴラストさん情報でも書いてありますね、開幕戦の悔しさを胸にって書いてあるんで、めちゃくちゃイケメンですし、ドイショーこだわり、いやイケメンはやっぱ重要なんですよ、ドイショーマ選手がほら去年の1位ですよね、確かランキング、そうですね、はい、総選挙1位だったんで、はい、ここのマッチアップですね、イケメン同士の行くぞ。これがね、あの安西選手もいなければ、まあ、福田選手、中村圭選手ともいないので、ちょっと改造されたスタメンになってるんですけど、安西選手のところに、山本修斗選手が出てる形ですね、今回は、はい、でこれがあの鹿島サッカースタジアムじゃなくて最下に出るんじゃないかという噂のこれ怒られるんで、ちょっと EA さん本当吹田だけじゃなくて他のスタジアムの収録をお願いします。一応似てるスタジアムが選択されるようにはなってるんですけど、そうなんですね、鹿島さんちゃんとコレオグラフィー縦ですね、これね、うん、ちゃんと縦になってる、 FC 東京横になるんですよ、横にコレオされてる、謎の鹿島のスタメンこれです。だ三尾選手ですね、やっぱ注目は。そうですね、あとは内田選手と、そうですね、のメンバー日本代表でしょ、これ。あ、どうですか、似てます、似てない、あ、似てるかな似てるかもしれないですねうちをこう目当てに行ってるお客さん相当いると思いますから、これガンバ側ですね、
パスを回して攻めるチームに、はい、4-2-3-1 はい、で今回は矢島選手がスタメンの予想になってます。エルゴラソさん指名だと。でキックオフです。田中さん、先ほど初めて FIFA をプレイされてましたけど、はい、どうでした初めてプレイして。ああ、いや面白かったですね相当コンピューターが強いというか、はい、ちゃんとやりたかったけど何年ぶりだろう、サッカーゲーム。はい、サッカーゲーム。でもこうやってコンピューター同士で戦わせてもやっぱ面白いんで、うん、鹿島側としてはどういった攻め方になると思いますか。そうですね、はい、まあビルドアップがちょっとね、はい、安定してなかったんで、はい、そこが小笠原選手に入って、はい、あ、なるほどですね、はい、はい、おお、シューラインから作っていければ一番いいんですけど、いきなり攻められましたね。そうです、長澤選手の、まあ、クォン・スンテ選手相当いいじゃないですか。そうです ね、ちょっとキックは不安定なところはあるんですけど、はい、もうなんていうのかな、至近距離の俊敏性は本当に抜群ですね、はい、ここですね、遠藤選手、あ、ムー選手流れる、あ、あれ、あ、あり、ある感じでしょ、あ、ぽいですよね、田崎選手、ああやって流れるのやっぱあるんで、ここでウッチですね。あ、ガンバからもビルドアップでどういう感じになるかですよ ね、結局遠藤選手がやっとさんがトップ下に入ってるんで、最終ラインからのビルドアップでどうなるかですよね。まあ、多分鹿島は前から、はい、プレスって感じですか、はい、やっていきたい。遠藤康人素晴らしいスルーパス。おお、あ、ないびっくりした今ちょっと PK っぽかったですね。まあ、今日の練習なんかで、はいはい、紅白戦やったんですけど、はい、その時はね、すごく落ち着いて、はい、パスを回せてたので、今までやっぱりちょっと縦に入れて失うっていうのも、はい、なんかその繰り返しが多かったので、まあ、もうちょっと本当に落ち着いて自分たちでボール保持しながら、相手をずらしたところで縦入れるとかっていうのも、はい、少し小笠原選手入った影響もあると思うんですけど、はい、まあ、そういう意味も込めて小笠原選手のスタメン、うん、あ、今でもいい縦パス 2,3 本入ってましたね今。ショーマップに来ますね、まあ、土井選手の顔がちゃんと反映されてなかったら日本 の、ね、女性サポーターの方がおこですから、それは相当いい縦パス入ってます。これはいや、これね、ペドロジュニオール、そうですね、でも、あ、ね、打ちに行きそうな感じしますね。2人ともやっぱ打ちに行くフォワードだから、鹿島は。ペドロっぽいな。そうですね。これ、チャンスですね、ガンバ側は。失い方あると思います。倉田選手が左で相当いいんで、これ、やっぱクルピさんの、あれなんですよね、遠藤をトップ下で使うっていうのは。遠藤やすし。まあそこでボールが、ね、はい、運べますもんね。前半はでもどうですか、お互い そこまでの決定機っていうわけはなかったですね、うん、三尾選手ちょっと似てなかったですね。似てないですね。これはこれ田中さんからしたらオコですか、やっぱりそれは、ね、一番重要な、ね、そうですよね。ポゼッションはでも鹿島が上回ってますね。そうですね、ちょっと後半戦です。これだから点はちょっと入ってほしいです。僕は0対0でちょっと終わられちゃうと動画的に相当あれなので、ちょっとそれは0-0 ってこの対戦はないですよね、ほぼないと思うんですよね。ちゃんと調べれば、調べて出しておきます、ここに。はい、過去の対戦成績を。フリーキックはやっぱり遠藤選手が蹴るんですか。そうだと思います。いやらしい、両サイドバックですよね、鹿島怖いのは。両方とも相当、まあ、安西選手どこでもできるじゃないですか。そうですね、すごくすごいですよね、本当に。はい、いいですね、来てくれて本当に助かってます、ね、前回って 2、3箇所変わりました。3つやりました、ね、やりましたよね、はい、すごいですよね、3つやるって。左サイドバックやって、はい、1個前に行って、はいはい、で右サイドバックですよね。はい、最後ボールを渡してしまいました。そんな選手なかなかいないいないですね、はい。いやー、本当にすごくいい選手ですね。すごいですよね。監督としてもそうするとやっぱ相当使いやすいというか、気持ちも持ってる選手だし、インテリジェンスもあるし、鹿島って気持ち持ってる選手たくさんいらっしゃるじゃないですか。ああ、でもああやって表に出せる選手っていうのはもしかしたらそんなにいないかもしれないですね。あ、本当ですか。でも鈴木優真選手とかも、はい、神崎選手もそうだし、うん、最近増えてきた
ところはありますけど、逆にこうクレバーな小笠原選手とか、あと柴崎選手なんかも、うん、まあでもやっぱり気持ち、ね、はい、見せるのは小笠原光っていうのが一番で増えてるじゃないですか、そういう選手、うん、昔に比べてこう割とバンディラっていう言い方が正しいか分かんないですけど、その30後半の40歳ぐらいまで続けてなお試合に出続ける選手っていうのが今増えてるじゃないですか、うん、それもやっぱ J リーグの一個の 見どころでもね、やっぱそうですよね。おい、もうやり、あっと抜かれたよ、結構後半2つも作れないですね。0対0やめてください、ちょっともう85分ですけど、お願いします、それは、動画的に、交代、あれ、なかったですよね、交代してないですね、してないですよね、プレーが切れてないか、あ、チャンスです、これは、面白い、あー、奥か、これが塩試合っていう形になるやつですね、これは、ダメですね、ダメですね、これは。これ完全に塩試合です。これ完全に塩試合じゃん。せっかく田中茂さんにいらっしゃっていただいたのに。いや、ルンルンじゃないんだよ、東口ルンルンって走ってる場合じゃない。どうだろう、シュートシュートひどいな。だからこれリアルではこうならないようにちょっとね、はい、よろしくお願いしますと。多分相当あのスタジアムにも駆けつける方多いと思いますし、そうですね、はい、中継見る方もいると思うんですけど、ハイライト見てください、土井翔馬選手のミスだけです。そんなことあります。0対0の、はい、こういう感じになりました。ちょっと残念でしたね。ただまあ先ほど田中さんがおっしゃってくれたように、おそらくこういう形にはならないですよね、多分、うん、と思います。リアルの世界では、はい、ぜひチェックしてほしいのがスカサカライブという、はい、スカパーさんで番組があるんです。金曜日の9時から21時からやってる番組があって、そこでの J リーグピックアップマッチがこれなんですよ。あ、そうなんですか、はい、鹿島さん対ガンバ大阪さん、でそれの予想試合をやるっていう企画なので、なるほど、ぜひそちらのチェックをしてください。今回の、はい、ゲスト解説員が、まあ、岩政さんですね。レギュラー解説員で岩政さんと、あと鈴木孝之さんがいらっしゃるんですね。そうですね。あと島村さんと、あ、いや相当じゃあ熱い話が聞けるんじゃないですか、うん、これはぜひちょっと一回この塩試合を見て、でスカサカライブを見て、はい、本ちゃんに臨んでいただけるといいかなと思います、はい、でおそらく多分鹿島さんの試合はピックアップマッチにされることが多分多いと思うので、また多分田中さんにはあの無理強いになるかもしれないですけど、また来ていただくような感じになると思います、はい、いかがでした、 FIFA でこういう総試合やるっていうのは。いや面白かったですね。もうちょっとあのじゃあ鹿島の選手の数値を上げといて、はい、そうですね、そうですね。やっぱエルゴラーソさんはこの新聞、ピンク色の新聞ももちろんですけど、これ選手名鑑も出てます。あとハンディ版もありますね。あと私がもう本当にご了承したいのはこれです、プレイヤーズガイド、めちゃくちゃ面白いじゃないですか、これドン、あ、アビスパ福岡、福岡来ました。福岡どうします、誰にします、このページで言うと。あ、森本選手いきますか。じゃあ森本選手、身体性会見で福岡サポーターの印象を聞かれて口が悪いと答え、ユーモアと天然な側面を見せた、裏へ抜けるプレーで見せ場を作りたい。いや全然もう句読点の後と句読点の前の文章が全然違うんですけど、口悪いって言っちゃったんですか、福岡の方を。福岡って口悪いですか、どうですかね。いや僕あの福岡弁、博多弁好きですけどね、はい、それはだから女の子限定です、女の子限定です、それは、うん、それはあの激しく多いですけど。こういう情報です、これが全選手分入ってますから。そうですね。で572円なので相当素晴らしいものです。ポケットも入るし安いですね。安いです、572円なんですよ。572円なんです、はい、今回はこういう形になりました、まあ、0対0のね予想試合は塩試合でしたけど、本番はそんなことないと思うので、はい、はい、次回はですね、あのレオザフットボールさんっていう YouTuber の方と、あとまあピックアップマッチがどうなるかわからないのであれなんですけど、その担当の記者の方と多分3名でお送りすることになると思いますので、田中さんもまたぜひいらっしゃってください、はい、ありがとうございます、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます、ありがとうございました。じゃあ猫ニラと田中でした、はい、お送りしました、ありがとうございました。0対0ですみませんでした。